こんにちは、今月入社したクリスです。僕は今年の3月まで東京サイクルデザイン専門学校に通っていて、それでグランピーに入社しました。その東京サイクルデザイン専門学校、まあ、TCD って言ってるんですけど、その TCD で何をしてきたかっていうと、その自転車のメンテナンスだったり、あと自転車をパイプから一から作っていったりとか、あとデザインとかをやっていました。で、このグランピーでは将来自転車をハンドメイドで作っていこうと思っていて、それで今は工場で基本は勤務しているんですけど、まあ、たまに店頭にもいたりするので、その時は声をかけていただいたら嬉しいです。で、初めてなのでちょっとカンペ見ながら言うんですけど、ご了承ください。で、今回はこのオールシティのビッグブロックっていうピストバイクを紹介します。で、このビッグブロックなんですけど、どんな人に向いているかっていうのをまず説明します。で、次にオールシティのビッグブロックの特徴と、あと完成車で14万円っていうこの安さをの魅力をお伝えしていこうと思っています。では、最初にどんな人に向いているかを説明したいと思います。このビッグブロックなんですけど、その初めてトラックバイクに乗ってみたい人とか、あと初めてのピストバイクに乗る人って一番悩むところって、悩むというか難しいところってチェーンの張りだと思うんですけど、そのチェーンの張りがこの見てもらったら分かると思うんですけど、ここのチェーンテンションのボルトがついていて、割と初めての人でも調整しやすくなっていて、最初のそういうピストバイクの難しいというところが結構補えているので、割と初心者の方とかにおすすめできる一台です。で、あと完成車なので、最初にピストバイク買おうと思っている人とかは、なんかフレーム買ってパーツ買ってとかカスタムしたいなっていう人が結構多いと思うんですけど、ただ最初って何をカスタムしていいかとか、何を買ったらいいかとか全然分かんないと思うので、そういう時にこういう完成車であると、まあ、あとライザーバーとかもついていて、割と乗りやすいモデルになっているので、割と初心者の方とかは結構おすすめできる一台です。で、次にオールシティのビッグブロックの特徴を説明していきます。で、オールシティっていうのはもともとピストバイクの専門店だったこともあって、その原点がビッグブロックっていう今のこのモデルなんですけど、それは最初からあるフレームで、なんで今もあるかっていうと、まあやっぱり人気だからっていうのが一番でかいと思います。で、あとタイヤなんですけど、 32C のタイヤが入って、街乗りにもいいですし、あと通勤とか通学とかにすごいうってつけなタイヤサイズになっています。で、あとストレートフォークなので、割とスポーティーさも出て街にも合いますし、あと結構速いイメージもつけれるので結構かっこいいです。はい。で、あとスローピングフレーム、ちょっとこう下に下がっている感じで、ホリゾンタルみたいに主張が強くなくて、結構どんな服でも合いますし、なんか乗っていて難しいところがないのでいいかなと思います。で、あとさっきも言ったチェーンテンションのボルトがついているので調整しやすいっていうのがあります。
で次に完成車で14万円っていう安さなんですけど、このビッグブロックは完成車でまあ10万円ぐらいで、エントリーグレードとしてとてもコスパがいいので、まあ、やっぱり最初に買ったりとか2台目欲しいけどパーツ移植するのも今の乗りたいしとかなってる、今の乗りたいしパーツ移植するのはちょっとまだ先かなっていう人とかにはすごいこの1台はいいと思います。でちょっとこの今ラックというかカゴとかを持ってきたのでちょっと合わせてみてイメージしやすくしてもらおうと思います。で最初ドロハンつけます。でこのやっぱりスポーティーなフレームなのでドロップハンドルとかも似合って、まあちょっと今ライザーバーついてるから見にくいかもしれないですけど、こういう感じでドロップハンドルつけても割と似合いますし、割とパッと見ロードバイクっぽくて割とスポーティーな感じでいいと思います。で次にこのフロントのカゴです。ラックをつけてもいいんですけど、こういうカゴでもカゴをつけてもすごい、なんだろう、コンビニとかあとマックとか行った時にこういうカゴに物を入れれるのですごくいいと思います。でそのラックなんですけど、やっぱりカゴから段差とかで跳ねた時に出てきちゃう時があるので、そういう時にこういう、これブルーラグさんのこういうクロスストラップっていうやつなんですけど、こういうのをつけたりとか、あとこういうゴム の伸縮するゴムのやつでこうつけたりとかしても割と跳ねたりしなくなるのでおすすめです。で、はい、一応これで終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。